デイビッド・ジェームズ・サウレスはアメリカ合衆国の物理学者。専門分野は凝縮系物理学。スコットランド、イースト・ダンバートンシャーのベアーズゲン出身。ダンカン・ホールデン、ジョン・エム・コステリッツと共に2016年ノーベル物理学賞を共同受賞した。ケンブリッジ大学卒業後、コーネル大学でハンス・スベーテに支持し、博士号を取得した。 カリフォルニア大学バークレー校の博士研究員を経て、彼はイギリスのバーミンガム大学で数理物理学の教授を務め、その後シアトルのワシントン大学で物理学の教授となった。彼は原子、電子、内子任意の各種からなる拡張系の理解に関して多くの理論的貢献をした。また彼は超伝導現象、核物質の特性、 複数の原子核中における集団冷気運動などの領域でも業績を残した。サウレスは王立協会、アメリカ物理学会、アメリカ芸術科学アカデミー、全米科学アカデミーの特別会員である。2019年4月6日、ケンブリッジにて死去。84歳没。ありがとうございます。